はい、こんにちは、カパパです。今日はですね、登山用のザックをですね中心にご紹介したいと思います。で、ザックはですね、登山の三種の神器って言いましてね、ザックと靴とあとはカッパですね。その中でも比較的ですね、やっぱりみんないろんな種類買うのがこのザックだと思います。シチュエーション別にですね、山小屋泊まりの場合もあれば、テント泊の場合もありますし、日帰りの場合もあります。何泊するかとかですね、あとは冬行くか夏行くか、ポケットの数だとかですね、ドリンクホルダーの位置とかね、いろんなことで細かく細分化されちゃうんですね。で、僕もね7つか8つ持ってるんですけど、今日はよく使うやつを中心にご紹介していきたいと思います。で、僕の動画の中でよく見かけるモデルもありますし、あ、こんなの初めて見たなっていうのもあると思いますけど、まあ参考までにですね、ぜひ見ていただければというふうに思います。それではね、一番高いというか大きいやつからご紹介していきます。こちらがですね、おなじみグレゴリーのバルトロですね。容量はバルトロの75です。今2019年の5月の最終日なんですが、今の時点だとバルトロの75って新しいモデルがもう出てますね。ですのでこれは旧モデルってことになります。ただね、しばらくこのサイズは購入しなくてもいいかなと思ってるんですよね。やっぱり使う用途とすれば天泊です。夏冬関係なく、特に2日以上の場合はこれを使います。例えば唐沢に行ってですね、2泊するとか、赤岳高専の転売行くとかですね、そういう時によく使うやつなんですが、まず一番の特徴ですね、この上の部分、雨蓋って言いますね。まあトップリッドと言ったりしますが、中はね適当に膨らませるために詰め物してます。この部分がね、ここで取れるんですね。で、雨蓋が取れるっていうのは、まあ別に今珍しいことでも何でもないんですが、この雨蓋がですね、普通上側のチャックと内側のチャック、2つこうくっついてるんですが、このバルトロの旧モデルに関しましては左右、こことですね、左右にポケットがついてます。これがね非常に使いやすくてですね、これ中では通じてないんですよ。それぞれ独立したポケットなんですが、例えば頻繁に取り出すもの、こっちはティッシュだとか、あとはタオルとか入れるとかということで、この中をね開けなくてもいいように、ここでかなりの容量分別して入れられるっていうのが、これはこのザックの中のですね、いいポイントのうちの一つです。非常にこれは使いやすい。で、続いてですね、後ろですね、これちゃんと背負った人じゃないと分かんないんですけど、ここにパッドありますよね。左右のパッドがここにありますけど、なんていうかな、前はねもうちょっとゴワゴワしてたの、この前のモデルはね。だから旧モデルはかなり分厚かったんですけど、これに関しては薄い、単純に言うと薄いんですよね。担ぐ方とすれば肩に、かなり負担がかからなければ、ここ薄ければ薄いほどいいんですよ。この部分は中のウレタンが強化ウレタンかなんかになってるんでね、いくつか他にもですね軽くしてるところがある、いわゆる軽量化の一つとして多分いろんなところを薄くしてる、その一環でですねショルダーパッドも薄くなってるというふうに思います。どんなザックも当たり前なんですけどね、中のものを取り出そうとするときに雨蓋リッドをですねめくります。アクセスするんですが、ここをグッと開けると直接ここに中に手が入るようになります。雨蓋から開けなくてもここから中にアクセスできると、これね非常にこの位置は便利です。ちょうどザックの中段あたりに手が入るようになるんですけど、じゃあちょっと肌寒いんでダウンを取ろうかっていうと、どうしてもそれ下の方に入っちゃってるんですね。そういったものがですね取り出すことができると、この横のジッパーは非常に便利です。あとジッパーってことで言えば、ここですね、背中のところに縦割れのですね小物入れが入って、ここね何がいいかっていうと、例えばチェーンアイゼンとか中に入れてね濡らしたくないものをここに直接ぶっ込んどくという使い方もできますのでね、この縦のポケットは非常にこれ重宝してます。あとこの中にですねグッと開けますと、ここにジッパーがあります。で、このジッパーの中にレインカバーが入ってます。ですので基本的にですね、あまり中にぶっ込んで濡らしたくないものはね、ここにザクッと入れられるので、非常にこれはいい作りだと思います。あとね、バルトロシリーズ共通というかですね多く取り入れてるのが二機室構造ということで、上とですねこの下の部分がここで分かれてますね。はい、これがね下の部屋です。上の部屋、下の部屋で、で
この中のですね、これを取るとですね、ドーンと寸胴型のワンボックスタイプになるんですが、私何回も遭遇してるんですが、雨の日テント撤収って結構あるんですよ。この一番下にまあ、ドサッドサッと、変な話ね、僕畳まないんですよテントって、ぐちゃぐちゃぐちゃって入れちゃうんだけど、やっぱり下にあればね、あの上の方にまあ水濡れないで済むので、パレット構造っていうのは非常に便利ですね。このバルトロ75で僕一番気に入ってるポイントというのは、実はサイドのポケットです。左手側にあるポケットはですね、このボヨンボヨンって伸びるニットの素材になってますね。で、僕の場合は基本的にこのポケットにはですね、テントの支柱、ポールですね、もしくはストック、左がこういう風なポケット状に対してですね、右側はドリンクホルダーになってます。普通ね、こういう風に取り付くんですけど、このドリンクホルダーは入れるとですね、斜め前を向くようになってます。普通こうでしょ、これがね、こうなってんですね。そうすると、まあ、背負ってる状態で自然にとですね、右手をぐーっと回せばですね、すぐパッと取れるようになってるんですね。で、僕みたいにね、体硬い人はこうなってるとこう取りづらいんですよね。また取れても今度刺しづらい。ところがこれが自然と前を向くことによってですね、取りづらいし入れやすいということになってて、これはね、本当に便利。変な話、バルトロだけじゃなくて他のメーカーにも採用してほしい。バルトロがやめらんない理由の、まあ、一番がこれになります。はい、バルトロ75のご紹介でございます。ちなみに買ったのは、これは ICICスポーツで買いました。確か値段がですね、税込みで約4万ぐらいだと思ったな。で、単体重量でこのモデルだと 2.5kg、これ基本 M サイズというサイズなんですね。で、これですので、まあ、表示通り一応75リッターの容量があるというようなことでございます。はい、これが、バルトロ75のご紹介でした。はい、続いてですね、こちらがまたもよく黒っぽいのが出てきたんですけど、これはね、まあ、ゼロポイントブランドのですね、アルパインパックの50ですね。これも旧品です。今のやつはこの間もちょっとお店で見てきたんですけど、このような縦長じゃなくてね、まあ、ちょっと寸胴っぽくなった感じですね。これはですね、非常に縦長でシュッとしたデザインで、僕はこの方がかっこいいんじゃないかと思ってます。それでね、こちらをまず見ていただきますと、第一印象であまり余計なものがついてないと、非常にシンプルだということ。僕の主な用途はですね、先ほど紹介したバルトロもそうなんですけど、これも天泊用です。ただ先ほどのバルトロの75が、まあ、テントを担いで、まあ、天場から天場とかね、あとは同じ天場で2泊3日するとかっていう、まあ、長期の重装型で使ってるのに比べて、こちらはですね、まあ、例えばね、黒百合ひってでテントを立てて天狗登って1泊して帰ってくるとかね、あとは大体1泊で使うことが多いです。で、しかも季節は春とか夏、3シーズンですね。冬は絶対に使わないです。特に特徴という特徴はですね、特徴がないっていうのが特徴なんですけど、まず雨蓋リットですね。これは後ろ側にジッパーがあります。このジッパーはまあかなり大きくてですね、この中かなりね、15リッターそんなないか、10リッターぐらいの非常にでかい、容量がありますね。はい、アクセサーは後ろから、このジッパー引くことによってできます。で、開けてみますと、これ2本締めですね。開けますと、この裏側からもですね、まあ、ジッパーがあってですね、この裏からも入れることができます。で、もちろんのこと、この雨蓋自体をですね、取り外すことが、できます。中はまさに寸胴、ね、一体型構造で、こういうエバーマットを僕の場合入れてるんですよ。これは天泊の時に下に敷く剣ですね、この中の骨格ということで、必ずこれは中に入ってます。まあ、こういうものを入れるとね、まあ、結構シュッとなって、いろんな何入れてもですね、なんとかザックとしてこう立つようになるんで、学生の頃ってこういうのばっかだったんですけど、中にこうマットを入れるっていう癖がついちゃって、1機質タイプはですね、このエバマットを入れることにしてます。あとはね、特別説明するものないんだけど、まあ、ポケットは左右ですね、このブニョブニョっていうポケットが左右に1つずつついてます。ここはですね、まあ、バンドがありますので、まあ、このバンドをですね、することによって、まあ、テントのポールですとか、あとはマットを丸めたやつ、あとストック、
こういったものを挟んで、つけていくことができます。こっちもそうですね。はい、で後ろ背負い心地に関しては結構厚めのパッドが入ってます。でこのパッドがですね微妙にいいんですよ。これ特別何の工夫もないように見えるんですけど非常にこれはの背負い心地がいいです。ウエストに関してももうかなりこうしっかりとしたパッドがついてますが先ほどバルトロにはですねこのウエストベルトのところにちっちゃいポケットがあったんですけどこのゼロポイントのザックには一切そのポケットすら、ありません。本当にシンプルです。中にねアルミのパイプが入ってるんですよ。この中からスッてこう抜けるんですけどそれを自分の背骨に合わせてねこれ多少こう折るというかこう若干形を変えて自分の背中にフィットするように変えることができます。ただ僕は初期設定あのデフォルトのまま僕はずっと使ってます。かなりねこれ長い間使ってますけど変えていません。夏尾瀬行く時はもうほぼこれですね。尾瀬で転泊する時はもう間違いなくこれで行ってますね。狭いね木道とかね登山道もそうなんだけど本当にねこれスリムでいいんで、まあ、僕自身がもっと痩せろっていう問題もあるんですけど、まあ、下手すれば僕の方がこう出てるような感じしますね。はい、これがゼロポイントの、アルパインパック50ですね。ちなみに、まあ、ちゃんとしたスペック言いますと、この単体の重さが、1.6 キロです。容量が、まあ、間違いなくあの50リットあります。はい、じゃあこちらのご紹介でした。はい、はい、続いてはですねちょっと派手な色のモデルですがこれはオスプレイのミュータント38というモデルです。これもね多分もう旧品になっちゃったかもしれないけど、まあ、いろんなザクがある中でです活用度合いとすればこれ2番目に多いです。まあ、例えば、まあ、岩とかねそういうことをよく誘われるとね、まあ、行くことがあるんですがそういう時にももちろんこれは大活躍します。結構ねいろいろツッコミどころが多くてね全部紹介できるかどうかわかんないんだけど、まあ、主な用途はですね通常のトレッキング山登りじゃなくて険しいところあとは冬ね、まあ、そういったとこを主に使うんですけど冬の場合は 100% 小屋止まりを前提として使ってます。ですので、まあ、容量は38ですので、まあ、変な話これテントは入れられないですからね冬装備で。あとねやっぱりこれはヘルメットが付き物なんですよ。まあ、北アルプスとかねどの時期だってヘルメット持っていかなくちゃいけないんですけどこれはあの僕がねもう長年使って、ね、これガチャガチャになっちゃったやつでこれカンプのですねなんてモデルだか忘れちゃいましたけどもう今年はね買い替えようと思ってます。これをですね、まあ、どこにつけんですか、まあ、変な話いろんなところにつけられますよ。ただ中にこれヘルメットホルダーがついてるんですね。でヘルメットこんなOKでしょ。でぐーっと引っ張ってきてここにフックがついてるんですよ。引っ掛けられるのピッてこれでできちゃう。ちょっとね上にこう伸びちゃいますけどこんな感じでメットがね引っかかります。僕正直言うとこれだけじゃ使ってなくて100均で買ったの滑り止めこの辺にかましとかないと滑ってコロンと転がっちゃったことが何回かあるんで実際使う時はいくつか工夫が必要となります。はい、それとですね、はい、トップリッドのポケットというとあとこう後ろ側ですねちょっと隠されてるんですけどピッとめくるとここにジッパーがあってここは結構大きなね容量のものを入れることができます。でトップリッドのことで言うとここもねさっきと同じく2本で開けます。こことここね左右 で取れます。これねこうバンド緩めればトップリッドは取ることができます。で取ってですねこれあのウエストバッグみたいな使い方もできるんですが実は中に1枚ですトップリッドが入ってます。これはリットというかですね本当にあの上蓋ですね。この中身を隠すための本当のただの蓋ペラペラの蓋が入っています。ですので軽量化をやりたい方はこのトップリットいらないよと、まあ、取っちゃった方もまあ上蓋ぐらい必要ですから、まあ、その時のためにペロっていうのがここに入ってます。ピッとここにほらフックのメスの方がありますんでここで合体することができる。これはね非常に便利。僕も2回に1回はトップリッドは外していくことが結構ありますね。はい、で構造は完全な寸胴型でストレート構造になります。左右は、特にポケットはありません。基本的にねこれは、まあ、ちょっとここささくれちゃってますけど何回もガチャガチャやるとこう結構ね僕みたいにこれテカテカになってきちゃうのね。背中に関しましては非常にここもシンプルな構造ですがしっかりとしたパッドが入ってます。内側をめくるとねこのパッド自体がねぐっと取り外せるようになってます。ですので
あらゆる部分がですね軽量化することができるという構造になってます。このショルダーにも入れてまして、これよく見るとねショルダーのパッドも穴抜きされてるんですね。これね強度と軽さもうギリギリのとこでこういう風に型抜きというか穴抜き加工で軽量化が図られてる。まさにあのクライミングのためのザックですね。これがミュータントの38で、最後ね、ここはピッケルを使うことが、まあ、ほとんどですので、通常はだいたいピッケルってここが穴開いてるんで、これをね中に通してね、まあ、ここに固定させて、まあ、こういう感じで、ね、持ち運びするんだけど、これはねついてないから、ここで固定、ここで固定で僕は持ち歩いてます。これ最近よくカブママが使ってるやつなんだけど、これはまあこれ大きい穴が開いてますよね。でこれは例えばここにこう入れてね、こういう感じ、わかります？こういう感じで、あとはここで止めると。アイスアックスの場合こうダブルでやる人いますけど、まあ、僕の場合はほとんど1本なんで、先ほどみたいにここで止めてこうで簡単に固定するという使い方をしてます。はい、これは非常にいいやつです。おすすめです。はい、一応ねスペック的なものはもう重さがですね、トップリットや背中のパッド、その辺を全部外すとですね約 0.8kg、 800g ぐらいになります。要は布とショルダーパッドぐらいの重さですね。フル装備でやってもだいたい約 1.23kg だと思いました、多分ね。これ持ってても非常に軽いです。容量的なものはこれは本当に寸胴ですので38って書いてありますが、ほぼ38リッターぐらい間違いなく入ると思います。やっぱりこのシリーズはいいですね。まあ、中古はちょっと嫌だけどね、なんか使わないで飾ってあるようなやつがあれば再び同じようなモデルをですね買っていきたいというふうに思います。続いてですね、これもねすごいシンプルなやつでしょ。やっぱりね親父なんでね、これシンプルなやつが好きなんですよ。昔こういうのばっか担いだからね。これは日本の会社なんですけどね、パックテクノロジーの K2 プラス3ってやつなんです。マジックマウンテンという会社で出しているやつですね。でね、これの最大の特徴はですね、さっき説明したねゼロポイントのザックと同じなんだけど、とにかくシンプル、何にもないです。ポケット類も何もない。しかも一本締めでしょ。一応これピッケルホルダーついてる。これ初めて通すんかな俺もしかしたら。はい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 、まあ、こんな感じなんですけど、ちょっとざっくりつけてみました。一応こういう使い方を想定してピッケルホルダーくっついてますけど、まあ間違いなくこれでピッケルつけていくというような考えは僕はないですね。じゃあ何のためにねこれを買ったかということなんですけど、ウルトラライトでスピードハイクをしたいと、まあ、いうようなことでこれを買いました。ということは、まあ、これ自身が非常にね、軽くなくちゃいけないんですけど、単体重量で 650g です。軽いっしょ 650g、まあ、雨蓋はねこれはまあ取れない、まあ、後ろからも入るし、この中からもポケットがありますんで容量十分確保できます。まあ、ストレート構造ですんで、まあ、ストーンと約36リッターあります。で背中にね僕ね自分でこうパッド入れてるんです、ね、こういうパッドも全て抜いちゃえば、さっき言ったね重さが 650g だ。軽いよね。まあ実際ねパッド入れてないと、まあ、しょえたもんじゃないんで、まあ実際入れますから現実的に 800g ぐらいにはなると思うんですが、どういうところで使ってるか、例えばね出動範囲で言うと、まあ那須とかね奥日光を歩くときは主にこういうのを持ってってますね。黒百合ってからですね、まあ、東天狗西天狗登ってぐーっと、まあ、時計回りに帰ってきた時がありましたけど、あれはこれ使ってましたね。とにかくねちょっと時間を短縮したい、縮めたい、小荷物を軽くしたいという場合はこちらを使います。これはデメリット、そういう意味で極力軽くしてますから、例えば各部分が華奢です。特にこのショルダー、まあ、一応ショルダーベルトの形してますが、縫い目とかこの辺がですね少しほつれてきちゃいました。カブママに行って強化してもらいました。あとここのジッパーですね、このジッパーもね実は取れちゃったんですね。ジッパーごと外れちゃった。ただ各部分自分で少し手直しする必要は出てくると思うんですが、まあ、愛着が湧きますね。自分でいろいろいじってると、手のかかる子ほど可愛いって言いますけど、これもそういうタイプのやつなんですかね。僕も非常にねこれペラペラで大した価値はないんでしょうけど、もう手放せないですね。非常にいいです。はい、じゃあ次ねご紹介するのは、まあ、先ほどまでがそこそこ高い山に時に持ってくモデルだったんですが、
こっからはですね、ほぼ平地歩きや尾瀬とかね、例えば霧ヶ峰とかね、美しヶ原とか、まあいう時に持ってくことが多いモデルです。ノースフェイスのテルス33、廃盤になってからちょっと安くなってから買ったんですよ。今までね、まあガチなザックばっかりしかなかったんで、いろいろ便利なザックっていうのも、まあ、たまには使ってみたいなと。っていうのはね、やっぱりね、もう年が年なんで、横移動、平地移動が多くなったんですね。な、ということで、安いのを探してあったのがこちらです。テルス33は人気モデルだけあって、いろんな方がこう使ってるんで、そんな説明しなくていいなと思うんですが、ただ一応一通り説明しますと、トップリットがもちろんあります。で、やっぱり後ろから、こっからも開きますし、この2本締めを開けてですね、この裏側からもですね、はい、隠しがあります。このモデルの特徴はですね、このシュッとこう縦長のモデルということもそうなんですが、ここに1本あります。まあ、ここにですね、まあ、かなりの容量稼げるんですが、グローブ、顔拭く、タオルとかですね、まあ、そういったものをここに収納することができます。これの優れたところは、ここをグッと開けるとね、もう一つジッパーがあります。この内側のこの赤いジッパーを開くとですね、この中身にアクセスすることができるんですね。ですからここを開けなくても、こう2本ピッピッて入れれば、この奥の方、要は下の方まで取ることができます。ここが最大の特徴かな、僕的に言うと。まあ、閉めるときはこの2本閉めれば全然問題ありません。左右ともにちょっと伸びるポケットがくっついてます。ほぼ大きさは同じですね。ですので、まあ、僕の場合片側は、ストックで、もう片方がですね、例えばこういう風なテルモスを入れるとか、まあ、そういった形で使ってます。このウエストベルトには左右ともにね、ちっちゃいポケットがついてます。容量も33リッターありますので、使い勝手はいいですね。これで山小屋泊まったことはないんですよ。ないですけど、夏とかね、秋口であれば、まあ、これでも山小屋一泊程度も十分できますので、非常におすすめです。はい、じゃあ一応スペック的なものを申し上げておきますと、テルス33の M というサイズになります。ですので重さが、1.3 キロあります、ね、単体重量 1.3 キロと。あ、 M サイズですとね、実際の容量は33リッターじゃなくて、だいたい30リッターぐらいになっちゃうんだって。あ、でもね、これ使い勝手いいから、で実際の容量とは関係なく満足度は高いザックだと思いますね。はい、ノースペースのテルス33でした。はい、最後になるわけなんですが、はい、これちっちゃいの持ってきました。これはまあ知る人ぞ知るというかね、アライテントを使ってる方は結構知ってる人多いと思うんですが、これね、ライペンのライズパックっていうんですね。20リッターです。で、素材がですね、これ特徴的なんですけど、これエアライズシリーズってあるでしょ、アライテントの。エアライズのフライに使われてるですね、30デニールのリップストップナイロンで作ったザックです。で、ボトムの部分だけね、下の部分だけは210デニールのナイロンを使ってます。で、雨蓋の中にね、全体を収納できる、なんていうの、ポケットブルっていうかな。僕の山登りの動画があるんですけど、全部ね、実は検証したんですよ。そしたらね、山登り関係、あと平地歩き関係の約半分はこのザック持ってってます。こんなに持ってってんだって俺びっくりしちゃったんだけど、回数で言うとね、約100回、97回だっけな。もうね、十分これ元取ったんだけどね、ライペン。何回かメーカーどこのですかって聞かれたことが何回もあるんですね。そのためにこれアライテントのザックなんですよと、珍しいですねって言われるんですけど、実はこれ知る人ぞ知るですね、名品でして、なんせ重さが 190g ですから。190ですよ、コップ一杯の水よりも軽いんで。なんでこればっか使ってるかっていうと、まあ要は軽いからなんですけど、最低限のね、機能がこれに凝縮されてます。まあ、後ろに一つジッパーがありますね。ここのジッパーを開けます。まあ、ここに物入れにもなります。まあ、大したものは入んないですよ。汗拭きのフェイスタオルと、カメラの電池ぐらいしか入んないんですが、要はここがポケットブルになるわけですね。全体がここに入るわけです。これは一本締めです。ね、ここを開けるだけです。一本締めいいですね、楽で。でね、よし、ここにね、まあ、パッドを入れるための、まあ、隙間があります。こういうのを入れてます。まあ、これ入れとくとね、もう全然ここが、まあ、ピンとして違うんで、これは必ず入れてます。で、結構ね、やっぱりこれも寸胴型なんで、物がかなり入るんですよ。あとね、まあ、ここにネットがありますんで、まあ、例えばまあレインウェアとか上着だけをここに差し込んでおくとか、
いうこともできます。あと一応ちっちゃいですがピッケルホルダー、これピッケルホルダー使ったことないですけどね。でサイドも、まあ、ほんのちょっとですけどこのポケットみたいのがくっついてるんですね。何回かしかやったことないですけど、ここにあのストックの、まあ、柄の部分ですね、これを逆にして入れてね、これフックがあるんでゴムで結んでですね、ここにストック何回も刺したことがあります。このポケットはねこっち側にもこっち側にもこの底の薄いのがありますが、ここはとてもボトルとかね、まあ、入るぐらいの深さはありませんので、まあ、いずれかにこうストックを入れとくという使い道しかないです。あ、これはね、僕、まあ、使用頻度が高いんで、このショルダーパッドのところに常にこの GoPro のねホルダー、うちの株ママに作ってもらったんだけど、こうスポッて GoPro がこうはまるようにね、これよく動画に出てくるあの GoPro の自撮り棒なんですね。でこれがここにスポッとこう入るようなホルダーをねこうつけてもらったんですが、ショルダーは非常に構造がシンプルなので、まあ、そういう工夫することもできる。あとウエストベルトも一応くっついてます。これもうほとんど紐ですけどね、ザックの揺れをね抑えるという意味で言えば、まあ、この程度の紐で十分ですね。気をつけなくちゃいけないのはこの軽さというのは同時にね、まあ、強度が弱いという裏返しでもあるので、なんせ自分の手の色が見えちゃうぐらい薄いわけ。もともとはテントのフライだからね。ですので結構ねやぶやぶしてるとことかね、木の枝が飛び出てるようなとこ、ああいうとこ行くとねブスってこう切れちゃう恐れが、これリップストップだから切れづらいとは言ってもやっぱナイロンですからね、そういうところはあえて行かないようにしてます。幸い傷もついたことがないので、これからもやっぱり僕の山登りの主力としてですね、こちらのザックは使っていこうとね、使っていこうと思ってます。以上ね、いくつかご紹介しましたけど、まあ、レギュラーのザックですね、5つかな6つかないくつかありましたけど、今年2019年、まあ、ザックをですね上手に使って山登りを楽しんでいきたいというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。